つて私は負けた。だ。すべてのポーカープレイヤーが一度は負ける相手。それをティルトと言う。ティルトとは、シンプルに言うなら、頭に血が昇った状態のことだ。人は必ず、自分に負ける。この状況で目覚めるなんて、奇跡だわ。あなたは全身の骨が折れて、とにかく、ひどい状態だったのよ。何があったか覚えてる？私は…かつて私は負けた。代償は命だった。勝手に動くな、ナッシュ。準将からも言われているだろう。お前が止めに来るとはな。だが何と言われようが、シャドルを、ベガを放っておくことはできん。どうしたんだ、ナッシュ。お前は冷静さを失っている。一人で行っても無駄死にするだけだ。どうしても行くなら俺も。お前には家族がいるだろう。奴は私が、俺が倒す。よし。記憶は戻っているのよね、ベガと戦った時のことは。思い出した。その後のことも。ああ、ようやく会えたな、ベガ。これはこれは、勇敢な米軍戦士のご登場。話してもらうぞ。貴様と我が米軍の上層部とのつながりをな。裏切られたのか。俺は、奴らは裏切ったのは上層部だけではないわ。あなたの仲間たちもベガの手の内だった。今は、現在のあなたは行方不明扱い。でも、もう死んだものと思われているわ。この世界に、あなたの居場所はないみたいね。残念だけど。そして、ベガがいよいよ世界を征服しようとしている。ベガの居場所を知っているのか？ごめんなさい。それはまだわからないの。でも、他の情報ならいくつか。協力してくれるなら全部提供するわ。興味はあるかしら？いいのよ、返事は急がないわ。そうだ、何日か外の世界を見てきたら楽しめると思うわ。久しぶりですもの。シャドルの構成員、ベガはどこにいる？離せ、急いでんだ。へえ、こりゃ珍しいな。いえ。怖え怖え。貴様はサイコパワーだと？子供相手に乱暴すんなよ。大人げないぜ。その力は。そんなことより自分の方を心配しろよ。あんた死んでんだろ。知らないみたいだから教えてやるけど、死体ってのは普通動いたり戦ったりはしねえ。その体、長くは持たないぜ。
こんなところで油売ってる暇ないんじゃねえの。まずですよこのガキ、今こそバイソンの。ん、貴様もシャドルか。ですね。覚悟は決まった？そうだな。よかった。では始めましょうか。人は必ず自分に負ける。だが自分に勝つのも自分しかいない。今度は負けはしない。私に残されたのはこの怒り、この憎しみだけだ。ベガを倒す。そのためなら。